皆さんこんにちは、カルチャー2020のお時間です。先週引き続き私と、細井さんとそして森本選手のお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。いやー、先週から一生チェンジをしていただいてこれセリア見てる人でもあんま見たことない、ね、これ分かったらすごいね。まあ、胸のエンブレムでどこのチームかなってのは分かりますけどね、うん、これキエボです。キエボいつぐらいですか？これ10、11ぐらい。ああ、まパロスキなんですけど、パロスキちょっとまだなんかパロスキといえば43番、うん、いや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 いいっすね。たまらないですね。まだフォントとかがねいろいろ自由だったから確かにこの見えにくくても許される。確かにこれはだからパロスキというのを交換したと。交換したんです。なんで好きだったんですか？いや、スタイルやっぱ好き で、うんうん、でインザーギーも好きだったんで、うんうんうん、なんかパロスキと、うん、なんかインザーギーいいよねみたいな話をしたんですよ。なるほど。そのアップの時に、はいはいはい、インザーギーとなんかインザーギーのことを話すのが楽し盛り上がっちゃって、はい、パロスキと一緒にインザーギーのことを話す。へえ、インザーギーピッポってすごいよな、うん、動きいいよなみたいなで後で交換しようぜってじゃあ交換してくれる。あれ年は2個下から。ああ、そっかそっか。そうです。へえ、あの、ウォームアップでの会話は面白いですね。たまらんなそれは。ということで、先週は、森本選手の、まあ、キャリアについて触れていたんですけども、はい、まあ、今週は、まあ、ちょっとお話の幅を広げて、うん、いろんな質問していこうじゃないかということで、はい、森本選手といえば背番号15ということで、うん、その15の質問していくと。はい、でよくあるんですけども、YouTube 企画でね。うん、Wikipedia は本当かっていうやつよくあるんですけども、うんうん、森本選手のこの15番は、イチロー選手が好きだから、そのイチロー選手の51番を逆にして15番っていうのは本当なんですか？そうっす。本当なんだ、じゃあ、Wikipedia 情報は正しいということで。はい、ということで、それにちなんだ15問、はい、聞いていくということで、はい、細井さんの15問考えてくださったんですね。はい、なので、はい、僕が質問するんで、一個一個書いていただきます。はい。はい、よくありがちな第一問。はい。一番とんでもねえと思った選手は？なるほど、うん。これはどうなんですか？これまでのキャリアの中でですか？それとも、イタリアとかの方がいいんですか？やっぱ番組的には。そうですね。セリアにいる頃に、うん、感じた、うん。対戦相手でも、チームメイトでもいいですけど。とんでもねえ選手、はい。これでも、結構いろんなとこ行ってますけど。はい。あの頃って言ったらもうスター揃いだな。ね。そう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 。ほんとそう。誰かな？もう書きましたか？はい。はい。お願いします。森本選手がすげえなと思った選手、こちらです。アマウリ。最高だぜ。アマウリね、ブラジル人選手で、ピアチェンツァがもともとイタリア準決を守ってたんですけど、その、初めての、ブラジル人として、アマウリとマツザルムが確かピアチェンツァに入って。そうそう左利きの。はい。そう、その後ラッツィオとかね。はい。で、あまりね、その後ユベントスとかフィオレンティーナでプレーした、はい。最終的にイタリア人になりましたから。最終的にイタリア代表になりました。はい、はい。アマウリ、いや、いろんなところで言ってるんですか、アマウリは。アマウリ最強説、ちょっと、唱えてます。どの辺が最強でしたか？アマウリのユーベ時代。はいはい。ユーベ入った年時に、はい、これ、うん、点取った試合があるんですけど、ユベントスとカターニャ。ホームでやってて、で最初ヤクインタに点取られるんですよ、うん、ヤクインタに点取られて、うん、でそしたらヤクインタが服脱いで退場するんですよ、うん、はいはいはい、で一人減ってバカだな。で後半俺点取るんですよ、はいはいはい、ブッフォンから、うん、取ってでイケイケになるんですよ、ね、押せ押せ肩に押せ押せ状態になるんですなって、でもゆうべは一人少ないから、うん、もう引いて、うん、雨降りが先頭に一人だけ1対3になってるんですよ、はい、そのセンターバック3人の片穴のやつら戦ってて、はい、でも絶対これ勝てるだろうなって雰囲気だったんですけど、ゆうべがもうボール取ったらパコーンと蹴るんですよ、うんうん、アマウリに向かってバーンと蹴って、うんうんうん、それをアマウリが競るんですよ、1人がバーンと競ってアマウリコーナーにボール落とすんですよ、それを用意どんで、うん、3人のセンターバックをぶち抜いて、うん、ボール先追いついて、うん、なんか自分で、うん、キープし始めます、うん、でなんだこれはって思って戦術もクソもないのでそれでみんな押し上げて後ろが絡んでくるようになって
それをずっと後半のもう45分間ずっとやってて、雨宿り、なんだと思って、シソコがいたんですよ。うん、はいはい。マリ代表。はいはい。シソコが絡んできて、うん、もうシソコと雨宿り、そのなんだろう。人間じゃないですよ。なんか、日本足の馬みたいな。すっごい脚力が。すごく。そうなんだ。止めらんないな、うん。こういう人たちのこと言うんだと思って。へぇ、雨宿り、化け物すぎて。そうなんだ。で、結局点取られて負けるんですよ。2対1。その頃のゆうべって結構厳しい時期でしたけどね。そうそう、強くない。そうそう、うん。なるほど。たまらんな。その一試合で感じた雨降りが最強すぎて。最強。忘れられない。忘れられない。いや、すごい。まだ一人で局面を変えてしまったと。そうっす。1対3ですからね。1対3を、ヘディングって見たことなくないですか？バーンとロングボール来て、ヘディング自分でコーナーに、ハーフェぐらいから流すんですよ。それを用意どんで、自分で自分で追いつくんですよ。化け物なので、雨降り。すごいですよ。いや、すごいなぁ。いやぁ、ね。まあ、本当に雨降りもね、パレルモでやったりとか、イタリアのいろんなクラブでね、プレーした選手ですよね。本当セリアを代表する選手。いやぁ。いいなぁ。やっぱスター選手を上げてくるんじゃなくて、やっぱり、雨降り。実際にプレーしたからこそ出てくる選手ですよね。そうですね、うん。いや、たまらないです。たまらん。しかもその試合でブッフォンから点取ってるというね。恐ろしい。はい、次の質問いきます。行きましょう。はい。これは先週も話が出ましたが、はい、1年目、まあ、1年目じゃなくてもいいです。とにかくカターニャ時代に、一番よく面倒を見てくれたチームメイトは？カターニャの時はあれですか？アパートみたいなのがあったのか？それとも、一人暮らしなんですか？一人暮らしです。はい。行きましょう。一番面倒を見てくれたチームメイトは？はい。スピネージ。スピネージ。マニアックだぜ、この回も。スピネージ、当時はキャプテンではない。いや、キャプテンじゃないですね。まあ、大エースであったから、はい、チームの中心であるってことですね。そうです。どんな人でした？いや、もう本当にふざけてます。本当にふざけてる。そうなんだ。本当ふざけてます、うん。で、やっぱストライカーとして、うん、いろんなことをこう、話してくれて、うんうん、まあ、言っていいのかな。うん、タバコ吸う人がいました。で、ロッカーでよくタバコ、試合終わった後とか吸ってんすよ、うん。で、そんな見たことないから、日本で。で、なんか試合の前とかもタバコ吸ってたりするんですけど、うんうん、俺が初めてベンチ入ったアスコリ戦で2対1でずっと負けてて、はいはいはい、で、本当にずっと歩いてるぞ、うん、スピネージ、はいはい。本当何も、ボールも多分2回ぐらいしか触ってないんですよ。はいはい、で最後92分ぐらいにヘディングバコーンって同点にしてはい勝ちだみたいな。だってかっけえ、かっこいいですよ。でロッカー引き上げてきてタバコ吸ってタバコ吸ってタカ見たっつって、あっストライこれがストライカー、なるほど、わかるかっかっけえなこの人なるほど、影響された、影響、まあ、はい、倒せないじゃない、はい、スピリージのことはなんて呼んでますか？ジョナタンです。あ、やばい、なんかファーストネームの方で。スピネージも、すげえな。あ、もうバリの時代に、点取った、はいはいはい、若手の時、ね。はい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 。でも結構見てて、うん、若手時代は。それは、あ、そっかそっかそっか、なるほど。そうで、カターニャで出会ったら、ね、うん、わあ、スピネージだ、うん、っていうの気持ちもあって、うん、感動ですね。あ、私、いろいろ本当よくして、ご飯も、はいはいはい、家呼んでくれたりとか、うん、釣りが大好きなんで、うん、で釣り朝、海で、海辺で釣りしてたりとか、ほんと渋い、まあ日本的だと昭和の男みたいな、ほんと古い、清きスタイル、好きでした、ね。なるほど。タバコ吸ってる選手は結構当時まだいたんじゃないですか？めっちゃいました。ですよね。うん、めっちゃいた。まあ、そうっすよね、まあ。ベンチで監督が捨てたぐらいですからね。ね、確かに。はい、次です。スピネージー。いやー、もう、たま、これはですね、まあ、今のは面倒を見てくれた先輩的な意味でしたけど、はいはい、うん、次は、友達的に一番仲が良かった、はい、選手。アミーコですね。そうですね。そう。アミーコって選手もいますけど。うん、いましたね。はい、早い。もうパッパ出てきますね。出てくる。一番、仲が良かった選手、はい、チームメイト、こちらです。ビアジャンティ。ビアジャンティ。
なんか何書かれても笑ってしまうって何なんだろう。ビアジャンティ、年代的には同じぐらいですか。4つ上です。あ、4つ上か。ビアジャンティが、はいはいはい、でもう本当にいいお兄ちゃんみたいな感じで、うんうんうん、でお寿司大好きで、はいはい、カターニャの日本料理屋よく一緒に行って、はい、うん、で試合終わって、うん、クラブ行こうぜとか、うんうん、もうよく連れてもらった。プレーはどうでした。プレーはボランチでさばけて、うんうん、すごくうまい、キック上手 で、うん、で代表にも入ったんです。はいはい、あのそっかそっか、そうです、そっか、そうです、入った入った、すごくいいシーズンの終わり、はい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 、カターニャからビアジャンティとかマスカーラ、マスカーラ、そうだ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 、結構カターニャがその時話題になった時にした、はいはい、ビアジャンティやっぱ兄貴肌であって行こうぜみたいな感じだったんですね。うん、でもビアジャンティを中心にやっぱそうやって周りのみんなが、モリモリっつって連れてってくれる感じだったんですね。いやなんか彼はなんか、うん、結構手下ぐらいの感じ、ゲマルドぐらいの感じで、弟分的な、パカは、うん、パカはもう俺のもんだから、俺が面倒見てるからみたいな感じで、はいはいはい、な感じでしたね。あ、そうなんだ。面白い。結構イタリアのそういうあの先輩後輩の関係ってそういう親分と子分みたいなのができがちなんですか。じゃあ、うん、なんかずっと一緒にいる人たちいる。やっぱいますね。そうかそうか。いやじゃんっていいですね。いやいい選手でしたもんね。はい、次、逆に今度はこいつだけには負けたくないと思ったライバル。これチーム、同じチームの方がいいですか、それとも同世代とか同じ、同世代とかでもいいです、何でも他のチームとか、はい、ライバルと言われて思い当たる、負けたくないなと思った選手ですね、うん、こいつには負けたくねえなと思った。あー、いるな。いたわ。いました。いや、いいな、もう出てくる選手がね、いいから、うん、たまらんわけですよ、うん、ライバルだと思った選手こちらです。サイモン・ケア。へえ、どういう意味で？これ、この子、パレルモのプニオベアで、はい、で、タタンのプニオベアで、はいはい、で、何回か試合してて、はい、なるほど。で、同い年なんですよ。初年度の半年。はいはいはい。で、金髪のセンターバックで、なんか結構、イケイケのやつ、パレルモいて、で、はい、ダービーだったし、はいはい、盛り上がるんですよ。カターニャとパレルモね。バチバチでやってて。ケアってパレルモのアカデミーにいたのか。あの、下の若いうちに勝ってた。プリムネア、そっか、18体来てるってこと、はい、多分、はいはい、一緒のような感じです。そうですね、はいはいはい。トップにも参加するみたいな。そうか、そうか。で、今もうミラン行ったりとかしてるじゃないですか。はいはい、ローマ行って、ミラン行ってとか。はいはい、すごいと思って。はい、はい。そう、あの、日本で表記されるのはシモンケアっていう表記。あ、そうはい、はい、はい。その時の、プリマベーラのリーグ戦の仕組みってどうだったんですか？あの、地域に分かれてます。南部、中部、北部。でしたよね。ポそんな感じです。だから、まあ、南部のチームとよく戦うことがあって、パレルモとカターネで。そう、ダービーですもんね。じゃあもうバッチバチでやり合った。やりましたね。覚えてますね。ケアがいたの。金髪の、うん、そうですね。イケメンがいたの、うん。あ、この金髪のイケメンには負けたくないって。未だにかっこいいもんな。セリアに昇格してから対戦したことあったんですか？ケアですか？あ、ケアと。パレルモ対。多分ローマで、ローマ、ロマーラでやってるかな。ああ。パレルモ方にはトップチームではやってないと思うんですよね。いやでも若き日のシモン・ケアと、ね、プリマベーラで対戦してるってすごいよな。へぇ。いい名前聞きましたねえ、うん、まあ当たり前ですけど日本人で一人しかいないですからね。プリマ時代のケアと戦ってるって。ありがとうございます。次、もう今度突っ込んでいきますね。はい、これはあの先週の話でも出ましたけども、はい、カターニャ時代、森本選手の立場という意味ではこの選手が来てからだんだんこうちょっと苦しくなってくるんですね、うん、そういう意味で、マキシ・ロペスに何か言いたいことありませんか？マキシ・ロペスもね、うん、その後のキャリアでね、プライベートでもいろいろあったりとか、うん。そうそうそう。こいつはかなりの、あのね、ハプニング男なんで。まあでもマキシもね、うん、イタリア、セリアを語る上では外せない。ね、外せないですよね。あの時代は本当に、あの存在感のあった選手なんで。マキシ。うん。言いたいことがあるんじゃないかと思いました。すごい。ピアジャンティの啓発対策。多いです。はい。
マキシロペスに言いたいことこちらです。奥さん靴ね、あいつはね、そこでやっぱいろいろ問題起こしましたから、ね、はい、はい。やっぱイタリアでもかなり話題、チームメイト的にも話題だった。もう、話題でした、ね。その時被ってます、被ってますか、奥さんの。あ、いました、いました。もう一緒についてきてて。マキシ、その、冬に1月に来て、うん、速攻ポルシェかフェラーリ、うん、フェラーリ買ったんですよ。うん、カターニャ、うん。カターニャの、本当に、山の奥の方にある練習場にフェラーリで乗ってくる選手なんか誰もいない、うん、そこにボーンってフェラーリで金髪のマキシが出てきて、うわーみたいな。で、結構カターニャのその、なんかイタリアの選手たちも、わあれがマキシロペスかみたいな。ってなりました、ね。はいはいはい。で、とんでもない女連れてるぞっていう。なんかそんな話もあって。これは。たまらない。でも、奥さんとすごい大事にしてるんですよね。マキシ自身は。はいはいはい。いろいろありますしね。はい。カターニャでもうフェラーリとか乗ってたら取られないんですかね。ああ。いたずらとか。でも、それもわかるんですよ、はい。選手の、マキシの車だってわかるから、うん、手出さないです。そうか。カターニャのギャングたちは。彼はキャラクターとしてはどんな感じだったんですか？いい人？いや、ほんと静かっす。あ、そうなんだ。静かで、話せばちゃんと話してくれるし。はいはいはい。でもやっぱ、その点取る能力っていうのはやっぱすごかったですか？そうですね。うん、だ来た年は本当に出たら点取るような感じだったんで。うわ、すごいなと思って。うんうん。たまらんぜ。続いての質問します。はい、行きましょう。これはもう完全な師弟関係にあると言っていいんじゃないかと思いますが、ワルテル・ゼンガ監督との一番の思い出と言われたら何が思い浮かびますでしょうか。一番、うん、いやでもこういうのいいですよね、うん、森本選手がまあゼンガにまあ信頼されて、うん、そして中田選手とかだと松尾根さんに信頼されてとか、うんうんうん、なんでしょう、全然僕は関係ないんですけど、うん、そのイタリア人監督と日本人選手が師弟関係になるっていうのはうん、たまらんわけですよ。いや、ほんとそうですよね。松尾根さんも、ゼンガさんも、そのイタリアサッカー界においても偉人だし。そのミハイロビッチ監督はね、富安選手のことすごい信頼してたし。そうですね。うん、そうですね。みたいな、そういうのが、ある、うん、聞くともうね、たまんないですよね。すごい。あの、やっぱその、あの時代にそのゼンガさんが、森本選手のことをその信頼して使って、まあ、そこに信頼関係があるっていうこと自体、やっぱめちゃくちゃ嬉しかったし。でも、選手の話で。うん。対談、寸前で、ねうん、あれそこで対談してしまったら今のその関係はなかったかもしれないと思うと、ね、また運命ですよね。本当そう。で、ゼンガさんとの一番の思い出はこちらです。はい。はい。すごい。結構面白そうですよ。面白そう。面白そう。はい。どういうことですか、これは。これ、まあ、ゼンガさんが来て2年目のシーズンで、一、はい、回、あれ、スタメンだったの、ラツィオ戦かな、うん。途中で出て、うん、で試合も、多分 2-0 から気づくぐらい負けたんですよ、はい。で、負けた時に、その、イタリア人ってすぐ人の劣勢にするじゃないですか。はい、負けた上げ、はいはい、なんか原因があると、はい。で、そのストビーニってセンターバックの選手が、二十歳の俺に、すごい、お前が出てきたから負けたんだよ。お前が途中で何もしないから負けたんだよ。ロッカーで、なんかこう壁にぶつけながら、なんか俺をこう矛先にして、なんかもう暴れ散らかしたんですよ、はいはいはい。お前が、お前のせいで負けたんだよ、ね。別に15分ぐらいしか出てない。めっちゃなんかこう、なんだろう、自分の発散先に俺がなってしまって、やった時に、前回監督がもう、黙れみたいな。で、何言ってんだお前みたいな。ちゃんと自分のプレー理解してるかみたいなのをストービーに言って、いや、タカが何をしたんだよ。何なんだよ、つって。俺は、あいつの、を愛してるぞ。そう。アモって言ってくれて。そう、すごい覚えてる。俺は、タカはアモだな、なって、で、ストービーにもめっちゃ怒ったんですよ。そんなこと言ったら自分のプレーを見直しなさい。ストービーにめっちゃ言って、いや、もうかっこいいな。全が頑張って。やべえ、その話。やべえ。絶対この番組でしか聞けない、この話は。
いや、やっぱりそれだけ、その、信頼してもらってる、信用してもらってるからこそそういった言葉が出てくるわけで、なかなかそんなにイタリア人監督に信頼してもらえるっていうのはないですよね。これ逆に言うと、その、チームメイトはそういう時に助けてくれないんですか？その、おい何言ってんだ、ストビーニって。ああ、その時は、なかったです、うん。なかった。もうそういう雰囲気じゃなかったです。そうです。矛先でした、完全に。まあ試合にも負けてしまったから、うん、まあみんなイライラしてた。そういう時森本選手どんな感じですか。まあ二十歳ってのもありますけど、言い返すんですか。言い返せないです。なんかもう別に言ってるわみたいな感じで、自分のもう着替えとかしながら、まあシカトしながらって感じですね。そうシカトしながら。はあ、暑いよ。暑いわ。熱い。でもやっぱそのアモっていう言葉を聞いてグッときた。グッときました。かわいいですね。やべえ。もうすべての質問が。やべえ。マニアックですね。いやいや、もう、ね、いやすごい。刺さっちゃうわ、刺さる、本当に。次、これ、ゼンガ監督と並んで、まあ、カルチョーのファンにとっては、やっぱここも聞いておきたいなと思うんですけど、うん、カターニャ時代にミハイロビッチ監督、ジャンパオロ監督、うん、それからシメオネ監督とも一緒にやられていて、うん、まあ、彼らについても何かこう覚えていることとかがあれば、教えてほしいなと思うんですけど。はい、いやー、ミハ、ジャンピー、うん、シメオネはね、まあ、シメオネは期間的には短かった。短かった、半年ぐらいですかね。ね、まあ、ジャンパオロと同じ年だったんで、ジャンパオロからシメオネに変わるっていう年だったんですけど、はい。ジャンパオロはこの番組でもずっと伝えてるんですけど、結構今キャリアのピンチに差し掛かっていて。いや、でもだから、カターニャの時から、そうそうそう、今、上り坂の時でしたよね、ちょうどね。そうそうそう。すごいな、ゼンガ、ミハ、ジャンパオロ、締め上のもとでやってるんですからね。うん。OK です。はい。こちらです。どうぞ。これも、はい、自分の個人的反、うん、はい、経験会です。はい。もちろんですよ。はい。これです。もう自分の森本大輝の個人的ありがとうございます。展開それが欲しかった。はい、ミハイロビッチは、はい、どういう監督でしたか。うん、いややっぱその本当にイメージ通りの見たまんまでこう、うん、熱い男でしたね。その負けたらめっちゃ怒るし、うん、勝ったら喜ぶしっていう、うん、で練習もハードだし、うん、でチームも本当に、うん、ミハイロビッチ来てから、うん、グーンってまた伸びてって強くなって、うん、でも自分も試合に全く出なかった、使ってもらえなかったってわけじゃもないので、うん、ちゃんとそのチャンスがあれば、うん、使ってもらえたし、うん、調子良ければ出してもらえたので、うん、だ本当にそのしっかりした監督かなっていうの、公平に見てた、ね、そうですね。なんかそうやってこうみんなにちゃんと目を行き届かせてファミリー感というかチーム感を作るのがやっぱ上手いですよね。はい、割とその後のキャリアでもね、ミハイロビッチは、まあ、いわゆる残留とか降格しそうなチームを途中から受け負って再生させる、うん、まあ、最後のチームになったボローニャもそうでしたけども、うんうん、でそのチームを一つにまとめ上げて一枚岩にしてチームを導くという監督でしたよね。ジャンパオロ、ジャンパオロはこれはちょっとあれでしたね。その、はいはい、このジャンパオロ来たシーズンに、うん、マキシとアンテヌッチと俺がいたんですよ、うんうん、はいはいはい、でそっかそっか、アンテヌッチ3人いた、はい、3人いて、で最初 4-4-2 でやるから、うん、フォアストライカーは3人必要だってずっと言ってたんですよ、うん、ジャンパオロ、うん、で俺はシーズン始まる前に移籍したかったんですよ、うん、また違うチームでそのなんだろう、また雰囲気変えてやりたかったから、うん、また話したんですけど、いや絶対残れみたいな、うん、今年は2トップでやるから、うん、ストライカー3人必要だって、うん、それ何回もプレシーズンで言われてたから、うん、じゃあ分かったっつって残ったら、うん、マキシーワントップのリキューティートップしたんじゃん。はいはいはい、そしたらワントップなんです、はい、でアンテヌッチと俺出れなくなって、はい、全然話が違うってなって、はい、でもう8月31過ぎてたし、うん、移動できなかった、うんうん、でもそれでずっと半年間ぐらいそれが続いて、うん、でアンテヌッチも通りの行ったのかな、うん、ああ、移籍しちゃって、そしたらジャンパオロ変わったんだ、うん、ジャンパオロはクビになっちゃって、はい、で締めもね、そうその流れですよね。ジャンパオロのその人となりはどんな感じですか。人となりはなんだろう、その
よく対話をする感じなのか、うん、割とその戦術オタクみたいな感じなのか、うん、どういうイメージを持たれてるんですか？3プで成功してからは、うん、やっぱりその 4-3-1-2 のフォーメーションのみ、うん、でそれに対するこだわりが強すぎて、うん、結構その、なんて言うんだろう、頑固、うん。だからそこのところがやっぱ頭でっかちなのかなって最近は少し感じてしまう。はいはい。そうっすね。なんかもうザ・イタリア人というかこう、お話で上手さ、うん、お話上手だなって感覚ありますね。うんうん、ああ、そうなんだ。いろんな。結構あちこち、ぺちゃ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 こう言いながら、はいはいはい。なんかおしゃべり好きだなって思います。あ、そういう感じなんだ。練習とか、フォーバックだったんですけど、うん、めちゃくちゃ細かったです。細かい。細かい。その、本当に、はいはいはい、50センチ横だとか、はいはいはい、1メートル後ろだとか、はい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 、センチ単位で、そのポジションを修正するような。初めてなんか見ました、その。ああ、だからそこれがイタリア。はいはいはい。っぽい、なんだろう、監督なのかなって、はいはい、めっちゃ細かくて、ずっとその練習するんですよ。はいはいはい、2時間、はいはいはい。で、俺とかアンテヌッチ、その、なんだろう、サブのフォワードたちは、相手役でずっとさ、2時間、ずっとドリブルさせられるんですよ。そっか。だから森本さん的には、そういう意味で、罰っていう。罰です。でも多分時代がその時、そういう風に向かっていくんですよね。その細かい方向に。ちょうどその頃から、細かい戦術の、イタリアでもどんどんそれがこう進んでいって、ジャンポーロがサンプでハマるまで、うん、流れは。サンプ、だって、ワンシーズンだけじゃ、どのぐらいやりました ?2、3シーズン来ました、うんうん、あ、いや、でもよかったっすか一回よくて。ずっとよかったわけじゃないですよ。ですよね。うんうん、そう。で、まあ、ミランに行ってって感じですか、うんうん、だから、ちょっと、やっぱなと思っちゃいました。はいはいはい、はい。途中解任とかあるのは、はい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 、あ、やっぱ、この人こういう、うん、あの時みたいな感じなんだろう、うん、変わってないんだろうなと思って、うんうん、へめっちゃ思います。へそのジャンパオロさんの後を引き継いだのがシメオネさんでした、うん、まあシメオネ今アトレチコでのね、まあ顔になりつつありますけど、うん、シメオネはこの時もチームがほぼアルゼンチン人だった、うん、はいはい、キーパーから全部そうでイタリア人がスタメン2人とかだったんです、うん、でもう1月に来て、うんこうやってったんですけど、うん、もう3月ぐらいから、ミーティングスペイン語で始まったんですよ。いやいやいや、って。イタリア人と、もうイタリア人も俺わかるから、いやいや、ここイタリアだろみたいな。これやばくないかな。でもイタリア人もみんな不満持っちゃって。うん、そうか。練習もスペイン語で始めちゃって、もう本当はアルゼンチンのチーム。なるほど、なるほど。で、みんな不満持って、って感じで。か当時いたのが、まあ、ゴールキーパーアンドゥハルアルゼンチン代表いましたね。他だとパブロアルバレス、パブロレデスマね、うん、イスコジャーマアレハンドロゴメスリッキーウッディ、そしてベレシオかベレシオちょっとマキシロペス、うん、確かにアルゼンチンですね。そうそうあの時それがすごい話題になったんですよね。アルゼンチン選手いっぱいこんだけいる中にアルゼンチンの監督呼んじゃって、うん一体どうなのみたいなのは確かに言われてた。中でも完全そうだったんですね。完全そうでした。で、イタリア人の、うん、マスカーラとかも、うん、もう愛想使っちゃって、はいはいはい、ナポリ行っちゃうんですよ。そうかそうかそうか。もう嫌だっつって。そうかそうか。楽しくないみたいな。やっぱね、うん、サッカーってのは外から見てるだけじゃ分からないことたくさんあるんですよ。で、その三角にした理由っていうのはどういうことなんですか？それでも監督としてはやっぱり優れてる ところがいや、でも結局、チームを、うん残留には導いたので。そうか、そうか、そうか、そうか。って感じですね。ああ、なるほど。まあ、出てる選手がそうかもしれないですけど、最後の方のゴール決めてるのがもう、パプゴメスとかシルベストラ、ベルヘッシオ、レデスマとか、もうアルゼンチン人しかゴール決めてないですもんね。うん、アトレティこれどんぐらいの、なんだろう、練習して、うん、だ練習内容とかも、本当にコンディショニングしかしなかったんですよ。怪我させたくなかったみたいで、うん、本当にゲーム形式の練習なんかしないし。うんパソコンして、うん、でなんか軽めの戦術やって、うん、終わりとか本当にミッドウィークなくてもそうです本当そんな感じだったんですで試合でとにかくやれみたいなのをする監督だったんですね、はいはいはい、アルゼンチン人とかだともう練習からもうガシガシ黒風を持ってへアトレティコでマドリードで
どういう練習してんだろうなって気になります。まあ当初はね、まだシメオネも監督として駆け出しだったから、そうそう。まだね、今ほど完成されてないと思うんですけどもね。なるほど。面白い。次。次行きましょう。はい、行きます。何それ、その時代に、はい、その時代に紐づいてるんですけど、まあ我近年、ここ数年のセリエ A ファンからすると、まあアレハンドロ・ゴメス、パプ・ゴメスに関しては、すごくその存在感のある選手だったんで、まあ若い頃の彼が、どんな感じだったのかなっていうのを、うん、森くんの視点から。アタランタでね、うん、最近のファンの方はアタランタでのパプが印象深いですけども、はい、僕ら世代からすると、あのカターニャの、うん、そうそうそう、アレハンドロ・ゴメスの方が印象が、ね、はい、名前的には強かった選手ですよね、はい、よくだからあの時のカターニャのアレハンドロ・ゴメスが ここまですごくなったなっていう、でなんかイタリアのほらこれセリアフリックスとかでもあのお伝えしましたけど、イタリアのそのドッキリ番組でパプ・ゴメスが奥さんにドッキリ仕掛けられて超ジェラシー男で、みたいな、そういう、そう、変な、さっき。昔トッティがかけられたやつですね。そう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 。パプ・ゴメス、どんな選手でしたか、はい、という質問です。こちらです。シンプルに、イケイケ、キレキレ。ああ、やっぱり。なんか、うん、そんな感じです。うん。同い年なんですよ。あ、そっかそっか。で、来たのが22歳の時で、うん、もう本当に、ザ・南米の選手みたいな、うん、ドリブルでいけて、うん、パンチもあって、うん、って感じでしたね。ビッグになりそうな雰囲気ありました？いやー、そんなの関係か見ないか、うん、でも、うん、すごいいい選手だなと思いましたって、はいはいはい、なんだろう、でもそんな、なんだろう、アタランタで、うん、チャンピオンズリーグ導くぐらいの活躍してとか、うんうん、セビージャ行ってとか、うんうんうん、ワールドカップ優勝メンバーにもなりましたね。あそこまで行っちゃうんだって、すごい、もう、すごいな。当時なんて、こう、ボール持ったらマジパスとか全然してくれなかったんじゃないですか。そうですね。ほぼ仕掛けて。でしょうね。本当に。じゃあやっぱり、森本さん見た中でも、やっぱ、あ、うまかったなと思う選手の一人。めっちゃうまかったですか。はい。わかりました。ありがとうございます。次。9問目です、次は。これ先週あの伊藤さんからユベントス戦でよく点を取るっていう話もありましたけど、僕はやっぱりあの前節のローマ戦の印象がやっぱ強いのかしれないですけど、その後もやっぱローマ戦がすごかったっていう印象があって、それはどうしてっていう、ローマ戦もそうですけど、まあローマとかユベとかなんかビッグクラブ相手に強かったっていうか、だからカターニャのファンの人たちもすごい覚えてるんだろうなって気がするんですよね。どうしてローマ戦、まあ、ビッグチーム相手にキレキレだったのか、はい、教えてください。ライン高めどういうことでしょうか。はい、あの誰か監督だったっけな、ラニエリかな、うん、ユーベのローマの時じゃないですか、ローマの時、はいはいはい、なんかすっごいライン高かったんですよ、はいはい、ミクセスとかいるくせに、はい、あのだからガンガン裏取れてるんですよ。なるほど。そう。ミクセス、遅いじゃないですか。はいはいはい。で、ライン高めに来て、で、俺もうそれしか狙ってないから。うん。そしたらマスカラとかテデスコがパン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 入れて、1対1になれるみたいな。うん。めっちゃあって。へ、なんかでもそっからもう、ローマ戦は絶対点取れるなって。ノバーラの時も点取ってますし。はいはい、そうですよね。うん、本当に、ローマは、大好物って。はいはいはい。ずっとライン高くしてくるんで。ああ、ジム、その地元でもそういう風に言われてました。いや、ローマキラー。いや、そういうことか。ライン高め。なるほど。高かったっす。じゃあ相手がローマかどうかっていうよりもラインの問題。ラインの問題ラインが高い相手には相性が良かった。だって当時ライン高めのチームあんまなかったっすね。なかったっす、うん、そういう意味ではね。確かに。なるほど。確かにそういう時代かもしれない。ローマが画期的なことをしたのかもしれない、ね、うん。そうかもしれない。なるほど。ネクセス遅いのか。遅かったっす。あ誰だろう、ネクセスとブームソンとかどっちですかね。いや、不安かな。不安、そうかそうか。いやー、いいっすね、それ。そうか。ありがとうございます。はい、次。10問目。うん。
これはちょっと話の中でもいろいろ出てきちゃって、まあもし他に思い当たる選手がいたらですけど、うん、今、そうそう、あいつはやっぱ成功すると思ったんだよねって感じたりした選手。可能性を。あいつはそう、やっぱすごくなると思ったんだよね。はい、全然対戦相手とかでいいんですけど。先週とかも含めてね、いろんな選手出てきましたけどね。うん、そうそう、例えばキエッリーニとか、そういう選手とか、なんか対戦したディフェンスで、こいつ、まあ、さっきケアの話してましたけど。うん、さっきとかも、雨降りとか。ああ、そうそうそう。あいつ成功するんだよねと思った選手、こちらです。ナインゴラン。おお、おお、当時対戦したことある時代だと、カリアリです。カリアリ来た時ですね。もう、なんか、顔がなんか日本、アジアっぽく、ちょっと目がシュンとしてて、はいはい、で、なんだ、あいつって、なんかみんな結構話してて、でも、あの感じで馬力あって、ボール運べて、パンチあって、めっちゃいい選手だよ。こう、なんか負けん気もあるし、はいはいはい、当時はタトゥーすごかったですか？すごかったかな。どうだろう。後々はすごくなりましたけどね。うん、でもチームメイトで話題になるぐらい、あいつなんだっていう感じなんです。なんだろう。なんか、初めて来たカリアリの、うん、そう、うん、ナインゴラン見たときは、もうみんな、うん、あいつ、やばいな。すげえ。やっぱそうなんだ。大気の感じを醸し出してたんですね。やっぱ、あの、ルックスもやっぱ、そういう意味で存在感あったんですね。そうですね。はい、なるほどね。もう控えにして、ね、はい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 。ね、去年も一回出てって、コモ、セリエ B のコモに帰ってきてね。あ、そうなんですか。はい。今年コモ。だから、終わったシーズンですから、ね。だけど、どうなるんですか、ね、次どうなるのかわかんないですけどね。いやいい名前出してくれるな。11問目です。はい。あの頃の対戦したセリアのディフェンダーで、これはやばいこいつはすごかった。ディフェンスですね。ディフェンスね。センターバックになるんでしょうか、主に。マッチアップすることが多かったから。はいはいはい、まあ、メクセスではなさそうですね。なさそうですね。うん、当時ね、まだ10とかだと、10、11とか、10年前とかだとまだいますから。うん、もう対戦して、うん、対戦してます。まあでも、こっちかな。お。で、当時セリアで一番すごかったディフェンダー、こちらです。うわあ、そうなんだ。ファビオではなく。ファビオではなく。ナポリ時代のパオロ・カンナ。そうなんだ、面白い。もう、暴力、暴力。ひどいぐらいの暴力です。この人、今、あの、VAR じゃ、あるじゃないですか。うん、もう全退場。全部退場です。34試合退場してます。もう、やばいですよ。初めてこんなに、あんな打撲することあるんだっていうぐらい。そうなんだ。ひどかったっすよ。その時のナポリって、もうセリアに戻ってきたばっかりぐらいの。まだ全然、その、そうですよね。すっごい、はいはいはい。強い時じゃなくて、うん、って感じでしたけど。まあ正直、お兄さんに比べると技術はなかったですからね。だけど結構試合には出てたって感じの感じだったから。そうなんだ。ボールがないとこでの駆け引きが。とんでもないです。あんな、初めてです。お尻が、お尻半分が、あんな腫れることあるんだと思って。ずっと、あの、桃缶をケツに、バーンって。ボールが拳でいや、桃缶です。桃缶を、膝蹴りをケツにバーンってやっていってください。くーわ、怖っ。ポイントで足踏んできて、もう親指がとんでもなく腫れたんだと。へー。で、口も悪い、あの、ナポリじゃない、ね、口も悪いし。でも、それ、やっぱやられると、メンタル的には、やっぱ、小さくなってしまうんですか？それでも。いやいや、試合中はもう別に、でも、4位、4勝は絶対勝てる自信あったから。はい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 、はい。絶対こいつ、任しちゃろうと思ってましたね。すげえよな、そういうの。一番、激しい。そうなんですね。うわ、それは全然。センターバックでした。見てる分には伝わかんないですもんね、やっぱ。あれです、その、まあ、コルドバもよく言うんですけど、はいはいはい、コルドバとか、うん、ネスタとか、うん、カンナバーロ、うん、あの辺は、やっぱクリーンなんですよ。うんうん、ちょっとやっぱ、
中堅以下のチームのセンターバックたち、ひどいです。もうめちゃくちゃす、めちゃくちゃしてくる。そうなんだ。肘、もう腹パンとかもコーナーの時、ボーン、ボーンって腹、殴って、普通に殴ってきます。はぁ。いやー、これだよな、でも。いや、でもそういう時代でプレーしてるってのはすごいわ。これ、あの、変な話というか、舐められましたやっぱさ、そういう意味で。やっぱアジア人の、そうっすね、うん。もう知念さん。って言われますよね。中国人って言われますよね。アジア人みんな中国人だと思うんですか、ね、必ず言われますもんね。でも、そういう意味では、その、キャリアで、まあ、結果も残してたし、キャリアを積み重ねてたことによって、相手の見方みたいなのも徐々にやっぱ変わってくるんですよね。変わるんですよ。そうなんです。そうですよね、はい。最初はだからめちゃくちゃ舐められたでしょ。めちゃくちゃ来ました。はいはい、はい。うわいやー、すごい。漫画みたいだけど。7年間やっぱプレイしてるとそうなんですよ。うん、そうでしょうね。ね、うん、うわー、面白い。認められればやっぱ相手もリスペクトしてくれるから、うん、多少は、そのもちろん駆け引きの中であるにしよう、うん。パオロのカンナバールはやっぱそういう感じだった。パオロのカンナバール。丸坊主の、うん。身長がでかくてね、うん。でかいもんな、あいつな。いやー、はい、続いての質問ですね。はい。まあ、同じポジションなんで、きっと憧れてた選手とか、はい、見ていた選手もたくさんいると思うんですけども、ね、はい、続いてはこの質問です。一番すごかったストライカーですね。これは、先ほどアマウリっていう名前が出ましたけども、はいはい、まあ、アマウリとは別に、別。はい。アマウリの目で、センターラインから自分でヘディングして、コーナーまで自分で追いつくっていう、その凄さが別のまた凄さみたいな。別の凄さ。いや、先週ね、まあ、インザーギー、まあ、インザーギーのユニフォーム着たりとか、パロスキとインザーギーの話したりとかっていうのもありますけどね。まあでも、嬉しいですよね。小学校の子がセリア見てて、その人がセリアでプレイするんですから。ねえ。本当ですよね。すごいなと思ったストライカーこちらです。はい、おお、やれんだね。いや、森本さんね、答えが本当サービス精神に溢れてて、マジで素晴らしいですよね。クアリア・レンダーは、まあ、対戦相手としてですよね。対戦相手として、はい。よく記憶にある時代ってどのチームの時ですか？ウディネの時ですね。うんうんうん、いやー、いいですね、ウディネの時のクアリア・レンダー。スーパーゴールでした、ね。すごかったですよね。すごかった。うんうん、何がストライカーとしては。なんだその、うん、だから、ビジャみたいな、ちょっと。うん、はい。上はないんですけど、うん、動き出しうまい、うんうん。で、やっぱシュートがめちゃくちゃ、キックめちゃうまいじゃないですか、はいはいはい。で、なんかとんでもないとこから決めることすっごくて。うん、はい、はい、いい、本当にいいストライカーですよね。うん、それこそ森本選手が好きとか、自分のプレスタイルに似ているそのワンタッチとかのゴールもすごいうまかったですよね。まあ、ちょーんってこうアウトで、うん、ニアで。そう、はい、本当にちょっとだけ触るみたいな、ね。ヒールでポーンとか、はいはいはい、めっちゃうまいですよ。でも、それでもボックスのそのなんかペナー線上からボーンみたいなのもあるし、めちゃくちゃ何でもありましたもんね。そうです。で、マヤに、うん、3分の時から、うん、はいはいはい、マヤと電話した時に、加えられるとどうなるのって言ったら、いや、全然走んないよ。まあまあ、そうですよね。守備しねえし、うんうん、いや、そうなのって言って、うん。いや、でも点取るじゃん、って、うん。お前分かってないな、あいつの凄さを。そう。あの、加えられないと守備はまんないんだよ、うん。はい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 、はい。それでも、うん、出てもらうんだよ、加えられるのは。点取るだろ。違うんだよ、それ。確かにね、今時代は本当11人でね、守る時代に変わってきちゃったから、オールドタイプの選手かもしれないですけど。まあ、特にあの時の散歩苦しんでましたからね、そういう意味ではね。加えられるだとは、その、対戦して話すとかユニフォーム交換のチャンスなかったんですか。会いたかったっすね。でも会ってるんですよね。絶対。ゆうべの時代も、うん、ウディネの時代も、うん、ナポリの時も、対戦はしてるんで。はいはいはい。だから、俺がちゃんと、もっとこう、目覚めてれば、はいはいはい、ユニフォーム交換しに行ってたなっていうのはあるんですけど。なるほど。やっぱ選手たちの中でも、あいつはいいストライカーだねっていう認識なんですね、クアリアレダに対しては。だイタリア式ですね、うん。イタリアのストライカーですね、うん。はい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 、はい。あれが認められるって。なるほど、なるほど。イタリアはトニーとか、ジラルディーノとか、うん、ああいうタイプの人たちって、うんうん、やっぱイタリア、うん、カンナバーロのなんか文で読ん、なんか本で読んだんですけど、はいはい、やっぱ守備しないストライカーいても、うん、点取ってくれたら、全然
守備なんかしなくていいっていうふうに言ってて、うん、イタリアのセンターバックはそう思うんだな、はい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 、日本のセンターバックは前線から守備しろよと思うんだ、はいはいはい、分かってないですね、分かってないすごい、前もすごいですよ、前も立派なすごいですけど時代がね、ちょっとね、はあ、なるほど、すげえ面白い、はい、後半ですよ、もう終盤ですよ、あと3問です、あと3問、うん、これは締めに入っていく質問ですが、うん、今でも忘れられない最高の思い出一つ挙げるとしたら何でしょう、ありそうですよね、うん、最高、まあ、サッカーでもそうだし、何でもいいです、本当サッカーじゃなくてもいいし、イタリアにいて本当にこれがなんか最高だったなって振り返る思い出、すんげえ綺麗なイタリア人とお付き合いされたとかでも、そういうことでもイタリア人ね、イタリアね、もうでもイタリアに僕は住むだけでも本当に最高だと思いますけど、ね、うん、はい、最高の思い出こちらです、初ゴール、おーすごい、なるほど、はい、1年目の、そうです、はい、改めて振り返っていきましょう、1年目ってもう18の時ですか、18です、もう18の時ですね、はい、でも セリアで18歳でゴール決めるって他のイタリア人だったり外国人でもないわけで、うん、当時やっぱ、途中出場、本当に後半39分から言われた時に監督から、まあ、マップを命じられて、はい、当時ってだからもう行ったばっかだからイタリア語もそんなにあれですよね、そんなにいないです ね、はい、まあ、行くぞってことぐらいは分かって、そうです、負けてたんで、うん、なんか フォートップにクワトロクワトロって言って、うん、クワトロアタックカンテって言われて、うん、でそれのなんか真ん中入れって言われて、もう点を取りに行く、うん、まあ、とにかく点数を取れと、もうそれだけです、ね、うん、言われたの、うん、で行って、うん、でファーストタッチぐらい 2回目ぐらい、うん、本当に覚えてます、もう、うん、バイオッコから、うん、バーってクロス来て、うん、うん、全部、うん、全部止まりました、うん、世界バーって止まってでトラップしてシュートバーンっていって、もう本当にうわ現実だみたいな感じでした、うんうんうん、それは本当に今でも鮮明に覚えてる。時が止まるってこういうことで、クロスのこのボールの軌道とか全部覚えてます。でもうゴール決めた瞬間はもう喜び爆発させて、クロスくれたバイオッコの方に走ったんですけど、バイオッコスルーして俺なんかベンチの方に走って、バイオッコがなんかちょっと俺じゃないのかみたいな。それ後で見返そう。見返そう。うん、でももう。もう大興奮状況だった。大興奮でした。いやでもそれはあれですよね、本当に小さい頃から小学校中学校の頃から夢見てた舞台で、まあ、デビューするだけでも夢舞台で18歳よ、だって18歳で初ゴールを決めるってね、夢見心地というか本当にすごい話ですよね、一生忘れられないですね、一生忘れないです、それによってなんかまた世界観がなんか変わりました、なんかそのゴールした瞬間に、はい、例えば周りの反応、自分自身のその自信の持ち方とか、なんか変わりました、世界が。自分自身はあんま変わんなくて、でも監督の評価がガラッと変わって、うん、はい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 、なんかもう使いたがってるのが分かる、あ、分かる、あ、練習中とかもちょっとスタメン組に入れてくれたりとか、はいはいはい、紅白戦、うん、18時だったんですけど、うん、でそのスリーヤー見ても18時その時で出たやつが少ないんですよ、うん、いないかったと思う、そうだよな、よく考えたら、そうですね、で次の年パトが出てきて18で、うんうん、でパロウスキが出てきて、うん、ミランですか当時、うん、そうだ、でカバーニがパレルモにいたりと、うん、はい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 、うん、あの時って結構イタリア全土的に、カターニャに来たジャポネーゼに18歳、うん、得点みたいなバーンってニュースになりました、多分なったと思います。あんま、その、うん、自分的には気にしてなかった。でもね、カターニャの街歩けば絶対昨日しゴール見たよとか試合見たよって絶対言われますもんね。そうっすね。もうだから、あの、丸坊主の日本人側から 100% わかるんですよ。街歩いて。いないっすね。いないんだよ。そんなやつ。そうですね。街歩いてたら絶対声かけられて。うわ、見よう、もう一回、俺それ。いや、すごい。最高。最高の思い出を聞いた後に、はい、今でも忘れられない最低のこっちを先に聞くべきだったのかな。ストビーニの話は結構僕的には最低な話でしたけどね。いや、きっとあると思うんですよ。例えばなんだろうな、
チームメイトにいたずらされてとか、わかんないですけど、わかんないですけど、そういう悔しかった話でもいいし。そうですね。うん、悔しい思い出みたいなのはかもしれないですね。うん、7シーズンプレーしたら。もしくは付き合ったイタリア人の女性に何かはめられたみたいな。すみません。だった。はい。最低の思い出ですね。お願いします。です。これ、シチリアダービー、催涙弾。1年目の大事件になったやつなんですけど。はい。はい。ダービーで。ダービーで。うん。どうなったんですか。で、カターニャホームで、あのディミケーレに、はい、ディミケーレがハンドでゴール決めたんですよ。あったー。で、あったー。それはもうカターニャのティフォージからしたらもうふざけんなってなって、大暴れになって、スタジアムもう本当にまあなんだろう、焼け野原でもみんなどこも花火たくし燃え上がってるし、うわそれあったかも、 大暴動になったんですよ。で試合も途中止まっちゃって、でサポーター入ってって聞かれてまして、そしたら警察が催涙弾、選手いるのにバーンと飛ばし打ち始めて、で俺らはもう食らっちゃって、もう目開けられないんです、こうやって初めて催涙弾を食らうというか、みんなもう目こんなって6回も帰れないみたいな、やばあれ、やばいんでしょ、だってあれすごかったです、はい、催涙弾って本当に目開けられないです、はいはいはい、どう頑張っても。でもやっぱ当時だと思う記憶曖昧なんですけど、そのシチリアダービーもセリアでトップリーグでやるのが久々だったから、どっちのファンもヒートアップしてたし、うん、あそうかそうか、はい、でそれでハンドでゴール認められちゃってね、 VR もなかった時代だから、うん、それはもうやっぱイタリア感じました、イタリアファン感じちゃいました、今まですごい、いやすごいよなそれピッチで感じるのそのなんでしょう、命の危険みたいな感じな、 そこまではな感じない、まあ大丈夫でした、うん、いや北川さんがねよく催涙弾はやべえって話は言ってますけど風に流れてきてねとかね あるんですよね、スタンドまで見たら、それをピッチレベルで経験したらその試合もチェックしよう、もう一回チェックしよう、リミケーレがどんなハンドしてたか、はい、そしてもう名残惜しいですが最後の質問ですよ、最後の質問です、長くお付き合いいただきましたが最後の質問になりました、あの頃のセリエを戦えたことは、まあ、森本選手自身にとってこうどんな意味があったのかなって、こうまあこれ一言で言うのは難しいと思うんですけど、まあもちろん 今でも現役を続けてることも含めて、あの頃のセリエで戦えたことって、まあ、やっぱりね2週にわたって振り返ってきましたけど、本当に特別な経験だと思うし、それをあのね15歳で J リーグデビューした人がシチリアという土地でカターニャという土地で過ごした7年間って、まあ、35歳になった今どういう意味を持ってたかなって。当時はそれまで海外とかって行ったこと遠征とかであった感じですか。そうです、遠征ですね。長期滞在、まあ、長期というか、まあ、住むわけですからね、イタリアに。すごいよな。いやだから環境こそ違いますけども、僕もイタリアに18歳の頃に住み始めた時に、うん、全く別世界に身を置いて、僕はのうのうと暮らしただけですけど、サッカーをしながらですよ、うん、暮らすってのは、しかもカターニャ、うん、そんなにまだ当時日本人とかも いなかった中で、うん、しかもセリアもすごい注目度も高かった中でプレーしてた、うん、まあ本当まあ人生の宝ではあると思いますし、ね、あれそれをまあもう見守っていたったら変ですけど、見ていた僕自身もすごい宝なんですけど。いやいや、そうなんですよ。そうなんですよ。なんかあの頃、もちろん、中田秀恵さん、中村俊介さんっていう流れとはまた違った形で、その10代の頃から飛び込んでいった、うん、あの感じで飛び込んでいった森本孝之という人にめちゃくちゃワクワクしたし、うん、そういう見方をした人は多分いっぱいいたと思うんで、まあ、そういう意味で本人がこう、今どう振り返るかっていうのは、聞きたいところですね。セリアを戦えた自分にとってどんな意味があるか、はい、こちらですご回答は、ウニコ、トッティとかも使わせたウニコですね、やっぱり幸せでしたか。幸せでした。やっぱちっちゃい時から見てるリーグだったので、うん、そこでプレーして点取って、うん、で本物のそうなんだよサポーターの前で大喜びできて、
本当幸せでしたね、うん、やっぱその10代の頃とか20代前半の時に、経験したことって多分一生忘れない経験ですよね。忘れないと思いますね、うん、なんかあの7年いたら感覚的にはそのほらそのさよくさっき言いましたけどイタリア人的な感覚になってたりするもんですか、うん、なってると思いますね、うん、やっぱ18から25を過ごしたので、うんうん、これすごい。そうだよな。そうですね。だからもうカターニャ、ノバーラに行った時にカターニャに戻りたいってところがもうそういうふうになってますから。ミラノで休めねえって。なるほどね。感覚はもう本当、シリアの人間かなって思う、うんうん、感じることありますね。選手として、その、得たもの、はい、あるいはストライカーとして得たものって、なんかどういうふうに言葉にできます？なんだろうな、具体的に言ったら、うん、そのさっきのスピネージの話なんですけど、うんうん、やっぱストライカーで点取って評価される。うん、はい。だその、自分はイタリアのスタイルが合ってたなと思います。うんうんうん、絶対的に。うん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 、だ別に、J リーグでバンバン点取る選手がいてもいいし、うん、イタリア行って点取る選手もいてもいいし、うん、イングランドで点取る選手もいてもいいと思ってて、うんうん、俺はイタリアのあのスタイルが本当にマッチしてたなっていう感覚はめちゃくちゃあって、はい、それこそさっき言った90分出て1点取りゃ、うん、もう栄誉扱いされるリーグだったので、うんうんうん、それがやっぱ身につい染み付いちゃってるなって感覚はやっぱありますね。今の話でやっぱすごくて、そのどんな偉大な選手もなぜか移籍すると得点が取れなくなったりとかっていうのがあると思うんですけど、うん、今まさにその選手自身からお話聞いてもやっぱ解決したんですけども、そのスタイルとか、まあ、チームもそうかもしれないけど、やっぱ国のスタイルとかでやっぱ合うとか合わないとかってやっぱあるんでしょうね。だからルカクがプレミアでとか、だけどイタリアに来るとみたいなとかあったりするように、まあ、そこ全部やっぱひっくるめて合う合わないっていうのがやっぱあるんでしょうね。そうそうそう、だからそういうストライカーがこういる国だからパオロ・カンナバーロみたいに一方で、うん、モモカンガシガシ入れてくるやつもいて、そこのとの駆け引きをやりながら1点取りに行くっていうこの駆け引きのなんかこう本物感、面白いですよね。ね、痺れますよね。もうそれを面白いと、うん、思えるかどうか、そうですよね。それが好きかどうかっていう話で、うんうん、で、やっぱスペインサッカーの方が面白いじゃんっていう人もいっぱいいて、うんうん、でもそれはそれでいいと思う、はいはい。でも俺はイタリアのそのなんだろう、本当に男と男のなんだろう、うんうん、汚い戦いをドロドロやってるのが好きだし面白いから見てしまうなっていうのはめっちゃ感じてて。もう好き嫌いですね。そうですね。そうですね。もはや。そうですね。先週のね、お話でもいただきましたけども、はいはい、話がうまく進んでいれば、うん、セリエ D、もう一回イタリアに挑戦するということなんでね、ぜひ、そこでの活躍も期待したいですし、うん、イタリアからね、いろんなまたお話を持って帰ってきてほしいなと思いますしね。本当ですね。いや、だから、きっとね、うん、イタリアを出て日本に、日本、ギリシャ、台湾とか、いろいろ行ってきたけど、結局、森本選手はどこにも住めなかったんですよ。合わなかった。合わなかった。水に、うん。で、結局会うところに戻っていくんで。だから、それがイタリアでも、またシチリア島ってところがいいじゃないですか。そう、そう。最高っすよ、ね。あのサッカーを求めてるんだろうから。いや、そうなんだ。そういうことなんでしょうね。そう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 、うん。あのサッカーがやりたくてしょうがないんだろうから、まあ、それを、キャリアの最後にそこでっていう思いを、あの持ってくれてることがやっぱすごい最高だな。いや、そうですね。本当、はい、我々一カルチョファンからしても嬉しいし、はい、嬉しい、頑張ってほしいし、はい、もうなんならもうずっとイタリアでクアリアレラぐらいの年齢までプレーしてほしいなと思いますけどね。いやいやいや、マジそうっすよ、マジそうっすよ、本当に、はい、うん、はい、2週にわたってお届けしてきました森本貴之選手特集ということで、皆様いかがだったでしょうか。ぜひたくさんのコメントをいただいてね、
当時どうだったんですかみたいな話もね、追加質問もらえればいつかの機会にまた質問させていければなというふうに思っております。長時間にわたり森本選手ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。